本当にこう教え込まれるんではなく、その中で自分が何を得ていくか。まあ5個ぐらい並べて。そうですね、5個ぐらい並べて、まあ、本当にこうボールタッチの基礎、まあ本当によくちっちゃい頃からまず最初にやったドリブルの練習に近いんですけど、うん、まずはもうこのコーンにしっかり当たらないようにしっかりドリブルを分かった。早く行こうとするとあーってなって、こういう風に大きくなってボールがコントロールできない、そういうことなんで、まずはゆっくりでいいと思います。はい、まあ、足のいろんなところを最初触りながら、でそれ少し慣れたら今度は右足だけ、右足だけ使いながら、アウトサイド使いながら、まあ、左足も同様に触れるように左でインサイド使ってですよね。で今度はインサイドだけで両足使いながら、今度はアウトサイドを使いながら、で今度は足の裏使いながら、まあ、この時に、まあ、僕は足の裏でどこでボールを扱ってるかちょっと見てもらいたいんですけど、はいはい、やっぱり真ん中でこうやってやろうとしたらこうなっちゃいます。ああ、なるほどね、はいはいはい、これなかなか試合中こうドリブルステーション見たことない。そうだね、なので横でボールをどうやったら足の裏で運びやすいか、うん、まあ、自分の体の結構横ですよね。まあ、こういうところでしっかりコントロールする。ってことですかね。まあ、あとは少しこうステップ踏みながら。目の前に。ワンフェイクみたいな ね体重かけて、とかですかね。自分の中でルールを決めて、規則を決めて、まあ、その中でドリブルをする、まあ、本当自由にやれるといいと思います、うん、アウト使ってインサイド、アウト使ってインサイド、アウト使ってインサイド、まだやっぱこうボールばっかり、下ばっか見ない、周りが見えないっていうにはならないように、しっかり姿勢を起こして、まあ、その中でドリブルを上げながらですね。で、なんでやっぱこれを早く、右足だけでも早く、早いね、早いね、左足だけでもですね。ゆっくりで最初しっかりできるようになってからテンポを速く、まあ、その中で今度は自分の体の使い方とかもだんだん自分の中で、あ、こうやったらいいのかな、うん、やっぱりゆっくりやるときって体もっと起きてますよね。でもスピード上げるとなるとどうしてもちょっと沈み込むような、早く、まあ、このように自分の体の変化を感じ取りながら、まあ、本当にこう教え込まれるんではなく、その中で自分が何を得ていくか、自分で考えてもっとこうしたらいいのかなとか、そういう工夫をやりながら、考えながらやってもらいたいなと思います。自然になるわけでしょ、もうこういうドリブルが体の染み込んじゃうと、ね、これだけやってると小さい頃からやってきたから、はい、まあ、家の中でよくあのサインボールとかちっちゃいのとか、はいはい、ああいうのとかも例えばリビングとかで、まあ、狭いリビングでしたけど、あの椅子の足とか、うん、そういうとこをこうやって通してみたりとか、お、家の中で常にこうボールをこう球体をこう足の中になじませるというか、もう常にこうなんか家の中では触ってましたね。なるほどね、俺それやってなかったもんな去年やっぱボール蹴るのがどうしてもやっぱり苦手で、うん、で例えば公園の壁とか当てて、まあボールを蹴る練習とかもしたかったけど、なかなかやっぱ自分の思う通りに蹴れなくて、うん、ボールがどっか行っちゃうんですよ。もうそれがすごくストレスでだからだったらドリブルしてやれと自分のあのなんだろうな、よりサッカーを楽しめる方法に自分は行ったので、まあ、そういうような感じのプレースタイルにはなっていきましたね。なるほどね、そこだって極めていったわけですね、はい、素晴らしい。引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。